読売新聞総合面から、辺野古移設反対派にテントなど撤去の行政指導、反対派市民は反発。アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古移設をめぐり、沖縄総合事務局北部国道事務所は昨日、辺野古反対派の市民らに対し、移設予定地に隣接するアメリカ軍キャンプシュワブのゲート付近の歩道に設置したテントや立て看板、横断幕を26日までに撤去するよう求めました。反対派は1月中旬から沖縄防衛局が移設作業に向け資材をキャンプシュワブに搬入するのを警戒し、テントを設営して24時間体制で監視していました。毎日新聞をお取りになっている方、あるいは毎日新聞をお買い求めになった方、ご覧になった方、今日の一面です。沖縄辺野古、青い海白いブロックという見出しが出ています。綺麗な珊瑚礁の辺野古の海の中に、作業船があって、そこから伸びるロープがあって、その先に白いブロックが点々と置かれていると、これに対して沖縄県の尾長知事がですね、防衛省が設置したブロックの中に許可区域外に沈められたものがあって、珊瑚礁を損傷した可能性が高いということで、新たなブロック投入をしないよう沖縄防衛局に指示をしたと、記事が出ております。まあ、県がおそらくその珊瑚礁を、まあ、壊して、そこになんか作業をするということを許可は出したんじゃないかと見られている中で、尾長知事が新しい作業に対してはストップの指示を沖縄防衛局に出した。これ国と県になりました。こういう対立が起きてくると思うんですね。それで根源的な理解の違いがあるんですよ。どういうことか、結構古い話なんです。廃藩置県、廃藩置県の本質は何かっていうと、外交安全保障国防に関しては中央政府が戦艦であると、だから地方は意見は言うことできるんだけども、国家が決めたらそれに従わないといけないと、沖縄の場合は結局は廃藩置県、沖縄の側から言うと1879年の琉球処分ですけどね、これがやはりできていないってことなんですよね。そうすると日本の中においてはやっぱり特別な地域なんですよ。ですからそこのところの民意に反することをやっていると、この前スコットランドで起きたこと、あるいはカタロニアで起きようとしていること、それと近いようなことっていうのが近未来に起きる可能性があるっていうことなんですよね。これは交わらないんです。どうしたかというと、沖縄の人たちは沖縄の運命は沖縄が決めるんだっていう自己決定権を持っていると考えている、で特にそういう考え方を代表しているのがこの前の選挙で当選した知事ですよね。それに関して東京の中央政府や圧倒的大多数のマスコミと普通の日本国民も、その沖縄の自己決定権の発想っていうのはよくわからないと、戊辰戦争で会津だってあれだけ戦ったんだけども、今会津が独立するっていう話はないと、なんでそんな明治時代の話を引っ張ってと、でもここのところっていうのは別の認識が成立しちゃってるっていう、その現実からスタートしないとなんないんですよね。なかなか難しい。それで私の場合は半分血は沖縄が入ってますからね、両方の感覚が皮膚感覚で分かるんだけども、結論から言うと人口の 1% しかいない少数派の気持ちっていうのは残りの 99% は想像しにくいんですよ。この難しさありますよね。だから悪気はないわけですよ、中央政府にしてもマスコミにしても。ただ沖縄の方の受け止めからすると 0.6% の地上面積しかない沖縄に 74% の基地は勘弁してくれと、辺野古だって最初はキャンプシュワブの中の滑走路延長して埋め立てなんかしないっていうはずで、それも10年から13年すれば民間空港にするって話だったじゃないと、今度航空母艦もつくような高級基地で、しかもあそこはザンって言ってジュゴンですね、沖縄では神様の使いですよ、そのジュゴンたちも住んでるとこでと、何するのと。それから特にブロックで珊瑚礁が壊されてるっていうのを見ると、逆に自分の身を傷つけられたような、そういう感じがするわけですよね。この皮膚感覚の違いですね。この毎日の記事によりますと、尾長知事は19日に開会の県議会で、辺野古に新基地を作らせないことを県政運営の柱にすると改めて述べたっていう。
それはですから、あの小野田さんの政治信念じゃなくて民意なんですよ、うん、彼は民意を体現してそれをそのまま言っている、そこのところに問題の難しさがあるわけですね、うん、ですからこのままですと緊張がどん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 激化していくと、うん、そうなるととりあえず想定されるのはかつてのあの成田空港、三里塚のこういうような状況になると、はい、でもそこで止まればいいですけどね、もっと深刻な分離運動につながる可能性あると思います。